おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日も母ちゃんの麦茶だね。麦茶だね。いただきます。そう。Google 今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温23度、最低気温9度で晴れるでしょう。現在気温12度、晴れです。20度超えは暖かいね。いいね、いいじゃない、うん、いいよ。はい、本日は焼きたてウインナー、おいしい。ブロッコリーが添えてありますね。ああ、なんか彩りがいいよね。ねえ、それではいただきまーす。はい、母ちゃんの手作り味噌汁もありますよ。いただきます。はい、今日はだいぶ暖かいね。本当に若干空気に湿気も出てきてるね。相当暖かい。雲は一つもありません。それではお仕事頑張って行ってきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。今日もね、外回りをしております。今日はちょっとね、お役所の方を回っていろんな、会社のね書類を出しに行ってくるので、うろちょろ先輩とね一緒に行ってきたいと思います。はい、じゃーんと今日のお昼ご飯は、横浜湯系ラーメンの町田商店にやってきました。はい、町田商店さんの湯系ラーメンいただきます。はい、お仕事終わりました。今日はね、ちょっと母ちゃんが子供会なのか町内会なのかよくわかんないけど、役員のお仕事でちょっと集金に行ってるんでね、仕事終わりに、子供のね、スイミングスクール迎えに行ってくれということなので、今スイミングスクールに向かって走っております。まあしかし本当に今日はすごいあったかいで、今ね車のね外気温見ると23度、めちゃくちゃあったかい。あったかいというか、もう暑いよね今ね。これ喋りながら走ってるんで、結構ね、風の音が入るといけないので、今日はマイクつけてないんでね、窓閉めて運転してるんですけど、エアコンも止めてね、ものすごい暑いよ、窓閉めると。びっくりするわ。あとね、黄砂もすごいね。昨日一昨日雨降ったかな？で、一日ほっといたらね、もう黄砂がね、すごいわ。もうこの窓ガラスもね、すぐ埃まみれ。というわけで、息子のお迎え行ってきたいと思います。鼻水半端ない。はい、本日のお仕事終了いたしました。ただいま。母ちゃんが作ってくれた今日の晩ご飯は、これ何？ナポリタン。ナポリタンなの？うん、ナポリタン。トマトソースじゃなくてナポリタン？そう、美味しそうだね。うん、テリテリしてるね。もっとピーマン入れればよかった。ピーマンそんなに父ちゃんいらない。ないね。体のことを思って。それではいただきます。はい、どうぞ。はい、完食でーす。美味しかった。ちょっと足りねえな。足りないでしょう。うん、そんな時は秘密兵器を今から出します。はい、本日はね、昨日も使ってたこれ。リクサダのチタンのウッドストーブに、このね、アルコール、ストーブを使って今からねちょっと料理をしたいと思います。はい、なんだろうね。はい、今から作るのはね、このローソンで買ってきたホルモン鍋ね。昨日ね、 YouTuber のね、ウームの所属の YouTuber のコミチンさんがね作っててめっちゃうまそうだったので、僕もね早速ローソンさんで買ってきました。それでは作っていきましょう。はい、それでは火つけますよ。はい、燃えました。それでは温めていきましょう。美味しそう。はい、二次燃焼がそろそろ始まりますね。何、いい燃えっぷり。このね、しっかり火がつく感じ。んー、はい、だいぶ周りが溶けてきたね。ちょっと湯気も出てきた感じ、うん、真ん中はまだ、あ、ここら辺ちょっと熱いな。でも真ん中はなかなか溶けてこないね。美味しそう、うん、これでどこまでやれるか。ちなみにね、今燃料はね、アルコールを16ミリリットル入れました。
周りは暑いけど、うん、あれ燃え方はこんな感じね。いい感じ。はい、真ん中の下の方もブクブク来たよ。まだね、表面はね、あの霜が取り切ってないけど、ちょっと混ぜてみようかな、ここまで来たら。はい、アルコールストーブ消えちゃった。 16ml ではちょっと足りなかったな。ちょっと燃料追加したいと思います。はい、16ml 追加しました。再点火 OK。 はい、なんとかグツグツ沸いてきました。ここまで来るのにね、さっき 15ml 追加してそれも消えちゃってね、なおかつさらに今 15ml 追加してなんとかここまで来ました。まだね、最後の 15mmcc 入れた時は、入れた分は残ってますけど、ちょっとやっぱアルストだと火力弱いのかな。これはガスの出番かもしれないね、こういうのはね。まあいいや、とりあえずどんなお味かいただきたいと思います。うん、今いただきましたけど結構甘めというかね、醤油メインのお味ですね。ちょっとしょっぱい感じでね、あとピリッと一味が効いてる感じだね。まあまあ美味しいね。はい、完食いたしました。これ結構辛めだね。子供にはちょっとしんどいかもしんない。一人でこれ今全部食べたんだけど、めっちゃ汗かくね。ただね、これこのね、アルコールストーブトータルで16、15の10足したんで 41cc 使ったんですけど、これはちょっとね厳しいね、やっぱりね。室内でこの結構ね、今室内もあったかめ、この冷凍食品を温めるにはね、相当火力が必要になります。火力っていうか燃料ね。なので外でやることを考えるとちょっと厳しいかなという感じですね。アルコールストーブってこんなに火力足んねえんだ。なので現地でやる場合はやっぱガス使った方がいいかな。まあね、僕が以前ちょっとライブ放送の時に紹介したのかな、バーナー部分とちょっとホースで離れてるやつを、このバーナー部分だけ入れてこの横の穴からねホース出して、外に岩谷のねガス、あれをつないでやった方がいいかもしれません。というわけで本日のお食事終了です。はい、さっき言ってたのがこれね、これ多分動画にはしてないので、ライブ放送でねパラパラと開けてね説明しただけなので、もう一度ちょっと説明しておきますね。はい、こういった形のものになります。でね、これがね、この先に今ちょっと使い切っちゃってね、持ってないのであれなんですけど、ここにね OD 缶だったり、こいつをつけてね、こうアダプターをつけると CB 缶がねこの先につつけることができるようになるので、でこれをこうね、さっきのリクサダの穴から通して外に出して、こいつをねこう広げなくてもいいので中に入れちゃえば、これガスバーナーとしてね使えるわけですよ。ごと、でもこれがあればいらねえかね、これがあればあれいらないわ。これごとくもちゃんとあるんでね、これ持っていけばウッドストーブいらないな。どうしようこれ使えば、まあ、あれはねこいつね、せっかくポイントでもらったけど、まあどうしようか、これ使い道なくなっちゃうな。でもまあアルストでね何かやる、まあ熱源はねたくさんあっても全然困らないので問題ないんですけど、こういうね CB 缶をこういう形でねつなげば、ここでつけても大丈夫かな。あ、ここか、ここ緩めなきゃいけないか。でドッとねつくので、こういう形でねかなりの熱だろう。あれ消えないぞこれ。おお、相当熱いねこれね、びっくりした今。こんな感じでね相当な熱量があるので、めっちゃすごいなこいつ、危ねえわ。
CB 缶でもこの火力、素晴らしい。3500キロカロリーぐらいあったかな。熱、まだ熱、しばらく、これ、収納できないね。まあ、そんな感じでね、寒い現場はね、やっぱりアルコールよりは、ガスですね。さっきのウッドストーブとアルコールはお湯沸かすぐらいがちょうどいいかもしれない。まあ、そんな感じの結果に今、現状を見てなりました。はい。そんなわけで、今度のね、ランタンフェスのキャンプに向けていろいろ準備を進めてます。というわけで今日は本日の動画はここで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。Your fingers.